にゃにゃーん、どうも、シュネコです。今回も、ノベルゲーム、カラクリの家、やっていきたいと思います。パート4ってことで、前回の続きからになります。戻りました。うん。あ、バレた？うん？どうしました？何かあったら、言ってくださいね。え？言うべき？言うべきか。お風呂、そっちはバスルームですね。お風呂に入りますか？あとでいいかな。どうしようかな。いや、入るか。窓をもう一回見る？窓、あれ？窓、あれ？窓見られへん。どうしよう。何？おー、出れるんだ。ベランダに出てみたい。青い海が広がっている。おぉ。ベランダ。海って綺麗ですよね。もう少し近くまで行ってみたかったです。僕たちは動ける範囲が決まっていて、ここから自力で海のそばまで行けなかったんですよね。おぉね。船子さんは近くで見たことありますか？海？やっぱり綺麗ですか？海？見たこと、まあ、ある、ある？あるのか？よし、じゃあ、バスルーム、お風呂入ろうかな。ちょっとセーブしようね。ちょっとセーブしようね。一風呂、ん？一風呂浴びたいな、ということで。浴びましょう、お風呂。ね。まあ、自分はちゃんと、湯船に浸かる派なんですけどね。お風呂に入っている間に、今着ている服を、もう洗濯しておきます。いやー、いいよ、そんなの。いいよ、別に大丈夫だよ。なんか、逆に気使うから、ね。自分でやるよ。ああ。このハウスには、ちゃんと着替えが用意されてるので安心してください。まあ、安心してもいいのかな？クローゼットから替えの服をご用意しておきますね。わかりました。さあ、お風呂に入ります。はあ、ヒールやなとか、ヒールだなとか、ね、なかなかいいお湯加減だ。お湯加減いかがですか？お着替えの服、種類がありますけど、どんな服がいいですか？え？なんか、電脳戦士みたいな服ってなんだ、気になるな。ちょっと、やってみようか。どんな服？どんな服だ？どんな服なんだい？無言タイムです。無言のタイムです。どんな服だろうな。お風呂から出て体を拭いた。お風呂場の入り口付近に着替えが置かれている。用意された服に着替えてみた。どうなんだ？わあ、ゲームの中の人みたいですね。あ、そういうことか。そういう服なんだ。強そうです。ちょっと不思議なデザインだが、意外に着心地がいい。それになかなか楽しくなってきた。恥ずかしくなった。ちなみに、その服、右腕のボタンを押すと、全身が光るんです。なんだって。全身光る服なの。あと、ビームみたいに、ライトを一直線上に伸ばすことができるんです。ちょっと部屋を暗くしますね。え？ボタンを押してみる。押すしかないでしょ。押しましょう。うわぁすごい。すごいぞ。わぁ。実際にライトを飛ばすところを初めて見ました。実際に人が着るとこんな感じなんですね。すごいな。ライト飛ぶんだね。ジネコさんすごい。かっこいい。サイボーグみたいです。サイボーグみたい。まあ、着てる本には楽しいと思うよね。それ、パーティー用の服なんです。パーティー用の服なんだ。なんかハロウィンとかで。いや、まあ、
まあハロウィンも仮装するけど、まあそういう服じゃないかな。それを着れば全身光に光りまくる。キラキラだよ、キラキラ。宴会で人気者になれること間違いなし。いいのか、恥ずかしいよ。自分はちょっと恥ずかしいよ。僕もちょっと着てみたいな。着ていいよ、別に。最新のロボットたちは、形が人間に近いから、着替えたりできるんですけれど、僕は形が古すぎて、肩かな。が古すぎて、おしゃれがあんまりできないんですよね。合う服がないというか、来世があるなら、いろんな服を着てみたかったかも。何怖いの、なんか、来世という声も出てたよ。そんなこと言わないでよ。ね。ネドボック、そんなこと言わないで。ね。お、何？お、なんか夕方になりましたね。それでは、少し掃除してきます。使ったところはすぐ掃除するのがお手伝いロボットの義務なので。ロボックは再びウキウキしながら今使われた部屋の掃除をしに行った。はい、しに行きましたね、掃除。なんか寂しいよ。何？怖っ。誰？いや、調子はどうだい？ここに来る前に聞いた声がする。あれですね、自分が最初ちょっとおとなしで撮ってしまって、その分がねちょっとまあ撮れてなかったんですけど、その人の声かな。ああ、やつの願いを叶えてくれたんだな。オーケー。怖いわ。怖いよ。これで契約が成り立つってもんだ。怖いよ。謎の声怖いよ。謎の声が怖いです。謎の声怖いよ。いや、こっちの話だ。気にするな。いきなり呼んだのに、手伝ってくれてありがとうよ。声は聞こえなくなった。一種の恐怖を感じました。恐怖だよ、急に。怖いよ、話しかけたくなんて。恐ろしいよ。はい、ということでですね、時間的にちょうどいい感じになったので、今回のパート4はここまでにさせていただこうかなと思います。謎の声。怖いですね。一体正体はわかるんでしょうかっていうことをちょっと楽しみ、まあけどね、まあドキドキしながら、次回のパートは一体どんなことになるんでしょうかってことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことで、それでは次回の動画でお会いしましょうってことで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。